そういう商品じゃないですね。え、これこれこれですっていう。この生ハムです。ジャパネットっぽく。じゃあ私アシスタントやります。やらせてください。まずですね、やっぱりどの商品もそうです。誰に売るかを決めるのが、結構難しくて、簡単で結構具体的に何歳ぐらいのご夫婦、どんな構成、家族構成でとか、具体までイメージをかなり細かく。ざっくり今日ので何個ぐらい売れたんですか、シャワー。どうなんでしょうね。何百ぐらいじゃないですか。あ、はい、12,800 円でしょ。数百でも、うん、それでももう1000万の売り上げですもんね。現物は見られたことありますか。いや、ないです。見てみたいです。見るとちょっとおって思いますね。7万円高い。あ、本当だ。大きい。すごいですね。これ1本丸ごとですからね。あ、パックの高級生ハムみたいなのあるじゃないですか。はい、1個1000円とかするやつ、はい、だからそれがもう全然余裕で100枚ぐらい取れちゃうんで、うん、だからお得なんですみたいな感じですね。もうまさにまたこれボーンってきますよ。いいですね。今ならこの台もついてる。こちらのナイフもついてる。これね、最初にね、この辺の部分をこう。そこは脂肪分なんですね。はいはいはい。これ捨てるんですか。はい。あ、もったいな。まあまあ一応脂肪がある程度ないと美味しくないですね、生。へえ。でこれ試食はどれぐらいタイミングで入れるのがいいとかありますよね。値段言った後とか。あ、どうかな、うん、これだったら値段の前かもですね。値段の前、盛り上がって盛り上がってのがいいかもですね。先ほどおっしゃったようにコストの話とか、うん、結果的に安さって小売りにした話とか、うん、ああいうのが生活のこの生ハムの価格にちょっとリアルに近くなってくるので、はい、ああいう値段を入れていただくと、はい、すごく身近なものに7万円が感じるかなって、うん、なるほど。それでは5分間の本当にやるの疑似生ショッピングぶっつけ本番ですよね。やりますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。準備していただいて。さあ、今日の商品はですね、はい、なんと皆さん多分見たことをね、飲食店とかイタリアンレストランとかで見たことあると思うんですけれども、はい、生ハムの丸ごと1本、原木と言います。原木。はい、原木と言います。これね、日本の豚を使った日本産の生ハムです。日本産の生ハムですか。はい、生ハムっていうと大体スペインとかイタリア産の、はい、あのね、ハムをね、うん、皆さん想像されると思いますけれども、実はこの日本産の生ハムというのがめちゃくちゃ今注目をされております。そうなんですね。そうなんです。そしてこれをですね、今日皆様にお届けしたいなと思っておりましてですね、これ丸ごと、これ1本ですよ。生ハムの1本からどれぐらい生ハム取れると思います。100枚とかで、お店で取れる生ハムのこうお皿にいっぱい山盛りになった生ハムあるじゃないですか、はい、あれ換算で180皿取れます。180皿です。すごい量ですね。実はですね、これ使ってる豚が信州吟醸豚という豚でして、はい、豚にですね、日本酒の酒粕を食べさせて作った生ハムなんです、はい、発酵させて熟成させるんですけれども、それも日本原産の麹カビを使って、こうやって見てください、もう本当包丁が透けるぐらい薄いですね、はい、包丁が透けるぐらい薄いんですけど、はい、ありがとうございます。どうぞ。いただきます。どうですか。おいしい。しかも舌に乗せた時に油がじゅわっと溶けて、油の甘みを感じることができますね。なんか友達とか親戚とか家に集まってホームパーティーとかをした時にこれがドンと置いてあると、お父さんどうやれるっていうね。いいですね。お父さんこうやって切ってね、もうパーティーの主役になれるってことですね。完全に主役ですよ。ということで、ちょっとお値段気になりませんか。はい、気になります。多分なんか家族1回分ね、生ハムとかだったら多分1000円とか1500円ぐらい、はい、ちょっとお高いですよね。ね、お高いですよね、高級生ハム、はい、ズバリお値段ですけれども、はい、7万円です。そしてそして、なんとこの台もついてくるということです。あ、そうなんですね。はい、はい、カッティングボードと、しかもこのナイフまでセットしてしまうというね。ナイフまで、はい、ということでね、信州吟醸豚、一家に一本、ぜひですね、スターフライヤーの機内紙にある商品コードからご購入ください。いってらっしゃい。
ッキーです。ありがとうございます素晴らしい。ありがとうございます。堀江さんすごいすごいいやでもかなりの完成度でしたね。いやかなりの完成度でした、うん、ちょいちょいやっぱりコストにこう立ち返ることを何枚とかっていうやっぱり見てる人が分かりづらいところをちゃんと量的な部分とか抑えてるってこととあと何より良かったのがそれをどういう場所で伝えるっていうその提案が素晴らしくてやってみたくなってちゃうように、うん、ありがとうございます。素晴らしかったです。で最後値段言う前もギリギリまでこの枚数でコストをちゃんと商売人だなって思ってます。